どうもこんにちは、有限でございます。今回もよろしくお願いいたします。ということで、前回もコメントご視聴ありがとうございました。今回もね、楽しくやっていきたいと思います。はい、もう今の私にできることはこれしかないですからね。もうシャニムに頑張っていきますよ。さあ、前回のコメントの中でですね、バラ、赤いね、バラの花の話がコメントでありまして、で、その中でさらに、ラインハルトは、休校の時に赤いバラを持ってきたなというね、コメントがありましたね。そうなんですよね、確かに。小説説では、赤と白と薄紅色のね、この3色のバラをね、もう両脇いっぱいに抱えて、あの方に求婚したわけですけれどもね。まあ、それだけの、ラインハルトのまっすぐさというか、純粋さっていうのが現れた一面の、ね、シーンだと思います。という感じで、銀英伝関係のコメントは見逃さずにね、チェックしていきたいと思っております。さあ、で、ゲームの方なんですけれども、まあ、引き続き、恋愛イベントを何としても見ていくぞという形でやっていきたいと思います。で、やっぱりもう恋愛イベントが見られないのは、これはもう運が悪いとしか言いようがないようなので、だから、これまでね、続けてやってきたこと、要するに平日の滝行とか、まあそういったものをやるほか、やはりなさそうですので、引き続きね、あれ?自主妨害か。自主妨害の時は、親密度は低下しないんでしょうね。容赦ない。さあ、それを守るはマルセルちゃんですね。今回は見るぞ。ただ、現状第2段階イベント可能性があるのが、リミエル様とクラビス様の2人ということですね。ちょっとルバ様の親密度を200に上げる余裕はないかな?ん?あ、お返事のお返事か。丁寧なお礼状、ありがとうございます。お返事か。お返事のお返事じゃなくて。またご一緒したいと思っているんですよ。はい。ぜひね、リミエル様も勇気を出してなんか言ってほしいな。お、誰かな?オリビー様だ。入ってもらいましょうか。あ、違う、ダメだ。オリビー様ダメなんだ。ごめん。ごめんなさい。クラビス様だ。ごめんなさいね。なんでしょうね。こう、イベント目標から除外した方ばかりが来るようになりましたね。はい、水に行こう。誰もいないといない。だ、いないいないいない。今、なんでいたって言っちゃうんだ。よし、じゃあ祈ってみましょう。ロザリアは来ないでよ。ロザリアは今執務室にいるんだから来ないでくださいね。はい、自然なね、気持ちで。と言いつつ、ナムさんだー。オスカー様なぜだ。オスカー様よく来るよね。よく来るよね。なんででしょうね。はい、見てみろよ。繊細で、しかも強さに溢れたこの自然を。綺麗だよな。それはその通り。だけど、お嬢ちゃんの笑顔も負けてないな。嘘じゃないぜ。はい、帰りましょう。うん、残念。ナムさんって言ったのがいけなかったか。まあ、仮にもね、西洋風ですからね。なんて言えばいいの?なんて言えばいいの?西洋風の時は。さあ、いてててて、おでこ引っかいちゃった。さあ、そしてクラビスさんもね、来ないですね。狙った途端に来なくなりましたね。あれ?自主妨害が始まったぞ。なんか怒ってる。ジュリア様が怒ってる。何も立ってないけどね。何も立ってないけど怒ってる。ついにジュリア様怒らし、いや、なんかときメモみたいになってきましたね。もう長らくお相手してないせいで爆弾がつき始めてるようですね。怖い。ん?ん?何?
あ、最近会ってないけどお元気？上皇として私のように頑張ることね。まあ、私と比べてみても差が歴然とするだけだけど。会ってないな、会いに行こうか。って言いつつね、お手紙に書いて心配してくれてんだろうね。オリビエさんごめん。オリビエ様がね、対象だったら前に連日来てくれてるじゃんってなるんですけどね。さて、ロザリアに会いたいけど、今このターンはいない。お、今日も滝行ができますね。じゃあ滝行しない手はないですね。行きましょう。よろしくお願いします。ほい、来た。親よげこ、偶然ですね。リミレ様がいらっしゃったのって滝にお祈りしたからなのかな。そうだ、何回お祈りしてるんだよ、リミレ様待ちで。さあ、ということで会いたかったです。そう、ずっと会いたかった、ね、前回はもうね、来ていただいたんだけどうまくいきませんでしたが。そうなのですか、私もあなたにお会いしたいと思っていたのですよ。水が二人の気持ちを汲み取ってくれたのでしょうね。ありがたい、うふ。来た、やっと来た。やっと来た。何パートぶりですかこれ。今手元にはアイスコーヒーがあるんですけど、すっかりぬるくなったアイスコーヒーを飲んで落ち着きましょう。ゆげこ、一つお聞きしたいのですが、この森が何と呼ばれているのか、いるかご存知ですか。え、とぼけちゃいけないのかな、これとぼけちゃいけないのかな。知ってます。はい、衝撃域に行こう。そう、恋人たちのお水。私はこの場所をあなたと二人で歩けるというだけで嬉しいのですよ。こちらイベント来ましたね。それでは帰りましょうか。どうしよう。もう少し一緒に作り返ししましょうか。ちょっとテンパっちゃってる。ないよね。ないですね。はい、ないですね。いろいろ調べよう。はい、知ってるけど。歓喜の反復横跳びを久々にしよう。やったー。やりました。反復横跳びというか、大駒のように大回転しておりますが、やりましたね。よし、帰ろう。疲れた、目が回る。じゃあもうそろそろ。そうですか、それでは部屋までお送りしましょう。リミエル様、今日もとっても楽しかったです。いえ、こちらこそ。ああ、そうでした。お、ゆげこ、もう一つあなたに聞いておきたいことがあるのですが。さあ、ここ大事ですよ。え、何ですか、リミエル様。私の生まれた星では、大切な人の肖像画を身近に飾るという習慣があるのですが、あなたの肖像画を私の部屋に飾ってもよろしいでしょうか。当然です。嬉しいです。かっこハート。そう言っていただけると、私も嬉しいですよ。今度、私の部屋に見にいらしてくださいね。やったー、これ第二段階イベントですよね。それとも肖像画イベントっていうまた別のイベントだったらどうしよう。ユミネ様のお部屋に私の肖像画が、考えただけでドキドキしちゃう。あの私の肖像画も募集中です。ぜひね、書いていただけたら、メール、下記メールアドレスによろしくお願いします。やったー、嬉しい。やっぱ嬉しさが違いますね。これだけ待った末にやっと見られた。嬉しい。やっぱりリミエル様でしたね。第2段階一番乗りは。これ第2段階イベントということでいいんでしょうね。寝よ、歓喜の睡眠。さあ、一方ジュリア様は激横と見るべきでしょうね。これは育成の方はどうなるかな。ゆげこ側がね、どうなるか。
建設施設ラッシュ、一人高度経済成長を爆心中ですけれども、お、何もない。リュメール様さすがに今回実施育成なし。今絵描いてるんだからね、絵描きに忙しいでしょうね。さあオリビエ、ごめんなさい、すごいねオリビエさん、猛追中。さて、あ、さっきのデートひょっとして、お手紙を書いけたのかもしれないけど、いやそんなことないかな。占いの館ね、どうしようかな、どうしようかな、執務室に行くべきだろうか。まあここ次第ですね。うわー誰もいない。あ、でも一応リュミエル様の部屋に行ってみようか。もう書いたかな。いらっしゃらない？どういうこと？ガチいないのか。ガチいないのか。ちょっと湖を、じゃないよ、噴水見てみよう。ほいほいほい。占いの館でいいのか。ほいほい。じゃあ行きましょう。まず占いの館に行ってハート1個使う必要がありますね。そしたらじゃあリミエール様にご挨拶をして、ロザリアにも挨拶をして、どうしようかな。あれでも占いの館でハート使えばいなくなるのかな、リミエール様。占いしよう。あのコメントでね、占いであの建物のね情報を見ることができますよということなので、ここで見ればいいのかな。あと18、あと18です。はいはいはい、あと18ね。まだよギリギリですね、本当にギリギリすぎ。じゃあ一応自分のもう占っておきましょう。はい、こんな感じでございます。さあジュリアス様の親密度が乗っても、他の守護聖様に比べてジュリアス様の親密度の低下が顕著ですね。なんだろう、怒ってんのかな、やっぱり。はい、そしたらとりあえずリミエル様のところに行って見て、絵が飾ってあるかどうかを確認して、あ、いたいたいた、どうしよう、特に何もないですって言っとこいましたね。右に大きな絵、花を持ってますね。てか仕事が早いですね。実は自己承諾だったりしてもう書いてあってそういうことかもしれない。ありません、すいません、あの湖で待ってますでは鍵をしてみましょう。せい、ランディ様こんにちは。まあでも今回はちょっとだけ余裕がありますね。おっと、ごめん、カットしちゃった、ついカットしちゃった。でもランディ様はかっこいいと思います。恋人たちの湖とも言われているんだ。そうね、本当にゆったりしたいですよね。ゆったりデートが私やっぱ好みですね。そんな場数踏んでるわけではありませんが、ありがとうランディ様、君と一緒だったからだろうな。だって嬉しいこと言ってくれますね。さあ今週まだお手紙書いてないんだけど、どうしようかな。まあお手紙書かないっていう手もあるんですよね、確かに。まずい、ちょっとクラビス様が怖くなってきたぞ傷つける側の惚れ方をしてますね。一方対照的ですね。
同じ協力の仕方でも違ってきますね。さあ、あと17件覚えとこう。あ、もう逆に今度もう人口じゃなくてカウントダウンメモしよう。17件さあ、あ、何もないですね。じゃあ一応外に出てみて、状況を確認。妨害ね。ん？いや見逃したけど妨害じゃなかったかな。まあ何でもいいですもう。あ、どうしよう。あ、今回じゃああえてお手紙書かずってやろうかな。うん、滝行行きましょう。あとどうなんだろう。第2段階を見た週はもう見られないとかなかった気がするんだけどな。第2段階を見る条件はあったけど、その次の段階はなかった気がするんだよ。はい、祈ろう。ゴー。あーっと、お疲れ様。2回目。オスカー、オスカー、リュミエール、あ、違う、オスカー、リュミエール、ランディ、オスカーか。今回、会いたかったです。そう、まあ、なんだかんだ言ってね、滝行で他の守護聖様が来てるから、だから親密度の下がりが少ないんでしょうね。他の方に関して。はい、ありがとうございます。では寝ます。あ、違う。さあ、ロザリエと会いません。仕方ないですね。でも今回滝行チャンスが毎日あったか。うん、ラッキーですね。さあ、そしてリュミエール様が育成をすると、もう凄まじい力ですね。需要とか関係なく一軒立ちますからね。はい、立つね。当然のように立つ。あと16件。あ、失礼、妨害じゃなかったね。見間違いでした。さあ、お、誰もいない。手紙って書ける？書けないね。さあ、ではイゼルローンに行きましょう。こんにちは。さて、どうだかな。ものね、ゼフェル君ね。はい、こうなっております。あと、まあでも17件か。あ、こっちのタラちゃんも成長してるね。あれ、どこだっけ。上だよね。あれ、本拠地どこだっけ。見失ってしもうたね。真ん中の方。あ、これうちだ。間違えた。こっち。おう、帰りましょう。まあ、前見ましたね。まあ、一応見させてください。こうなってます。もう、2種類しか家は建ってませんね。さて、ところでなんですが、場合によっては次のイベントでリミエール様に告白するチャンスがあるということではないでしょうか。ひょっとしたらひょっとしますね。プレゼント、リミエール様が好きそうなのないな。じゃ、前々から欲しかったクッション買おう。これは自分用。じゃあ一応リュミエル様が好きそうなのないんだよな。一応ね、作れないしね。あ、違う、リミエル様が好きそうなものね。天体望遠鏡もいいけどね。こう説得し、あるいはク
クリスタルグラスでいいかな。これは万人受けしそうといえばしそうだからね。持ってでは寝ます。おやすみなさい。でも作るって言ってもさ、今作る、そう、残念ながらね、このこういう時に限って自分で食べちゃったからね、前回。寝ちゃおう。おー、なんだ、夜クラビス様か。てっきりリミエル様かと思った。クラビス様こんばんは。夜遅くすまない。さあ、クラビス様も焦りが、焦りの色が見えたかな。リミエル様に先を越されて、お前に見せたいものがある。声まで来るか。行きます。ごめんなさい、もう寝ますって面白い。行きます。さあ、ここに来て一気に動いてきましたね。展開が大きく動きつつあります。ん？キャ、どうした？何もないぞ。なんか動いたよね。音がしたよね。帰るか。さあ、でもこれは第一段階なんですよね。夜イベント第一段階。夜遅くにすまなかった。では何でか。何だったんだ。一体何を見せたかった。なぜ帰ったんでしょうね、あの時。不思議なこともあるもんだと。さあ、誰かいらっしゃいましたね。お疲れ様、ごめんなさい。ごめんなさい。さて、じゃあリミエール様のところに行く前に公園を覗きの、誰もいないの、これです。あれで車内ですか、ひょっとして。ちょっとセーブさせてください。怖いな。怖いっていうのはちょっとあれだけど、これひょっとしたら、ひょっとしますぞ。じゃあセーブさせてください。さあ、ではリュミエール様を、湖に誘ってみたいと思います。こんにちは、よく来てくださいました。うん、プレゼントしよう。どうぞ。ああ、これはわざわざありがとうございます、ゆげこ。この間、あなたの部屋へ伺ったとき、海の色をした宝石の話をしましたね。今、手元にその双子石があるのです。もう、小さなものですが、片方を受け取っていただけますか？あ、これすごい！すごいプレゼントですよ。これ、付き合ってから、ね、もらうようなもんですよね。ありがとうございます、リミエル様。やった、代わりにもらっちゃった。今日は日の呼び用なので、育成や妨害といったお願いをお受けできないのですが、外に行きましょう。はい、湖に行きましょう。あの、よかったら一緒に森の湖に行きましょう。森の湖ですか。うえそうか、引っ張りますね。どうして、どういうことですか。気まぐれリミエ、これ決まったと思ったんですけどね。残念すぎ。じゃあクラビス様のどこ行こう。今アイテム持ってるのかな。リミエル様のからのプレゼントはどうなってんの。あるね。これクラビー様にあげるわけにはいかないからね。やめちゃう。なんだ、釣れないな。あー、これ5の倍数になっちゃったかな。もちろんです。では行くとするか。いつものあい、むしろいつもの場所、こっちだ。言っておくが、一人では来るな。はい、クラリス様。Thank you.
他には何もなく、お前の声だけは聞こえる。悪くないな。咲き誇っている花はどうも好きになれんな。己を誇示しすぎている。そうは思わぬか。花はそのようなことは考えておらぬかもしれぬが、見ていて興ざめするものだ。するな。なるほどね。帰るか。少し残念だがな。名残惜しくなってますね、クラビス様。クラビス様、今日はとっても楽しかったです。楽しかった？そうか。ねえ、また一緒にできるといいな。さあ、あ、俺の手も行こうね。ゴーゴー。ん？ダブル。さあ、二股をかけていきますよ、ゆげご。じゃあ翌日同時に返事が来るのか。よし、じゃあキリがいいので今日はこの辺にしますかね。はい。さあ、ついに第2段階イベントを見ることができました。これは恋愛イベントを、あ、違う、恋愛エンディングに一気に近づいたのではないでしょうか。ちょっと次回楽しみですね。はい、じゃあ今回はこの辺にしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。またね、コメント等していただけますと、大変励みになりますので、よろしくお願いします。ということで今回はこれで失礼いたします。